レナン・アウグストロディドス・サントスは、ブラジル・サンパウロ州、セハナ出身のサッカー選手、アトレティコ・マドリード所属、ブラジル代表、ポジションはディフェンダー。サンパウロ州・セハナで生まれたロディは、2012年に、アトレチコ・パラナエンセのユースチームに加入した。2016年10月14日、グレミオ戦に出場し、セリエートトップチームのデビューを果たした。 その後、カンピオナーとパラナエンセの U-23 チームに選ばれ、2018年3月25日、マリンガ戦で初ゴールを決めた。その3日後、クラブと2021年まで契約を延長した。新しい監督のチアゴ・ヌネスの下で、出場機会を増やしていき、2018年8月10日、2022年まで契約を更新した。 アトレティコ・マドリードでプレーするロディ2019年6月28日アトレティコ・マドリードと遺跡について原則的に合意契約は2019年7月7日に完了しクラブと6年間の契約を結んだ遺跡金は2000万ユーロとされているアトレティコを同じ夏に退団した同じブラジル人のフィリペルイスの後釜として獲得され背番号は12番に決まった 開幕戦のヘタフェ戦からスタメンに起用され、アトレティコ、リーガーデビューをした。2019年11月24日、グラナダ戦でクラブ初ゴールを決めた。2020年2月20日、チャンピオンズリーグラウンド16ファースト、レグのリバプール戦では、マンオブザマッチ、プレイヤーオブザウィークに選出される活躍を見せ、チームの準々決勝進出に貢献した。 2019から20シーズンはチームの主力としてリーグ戦32試合に出場した。アトレティコ・マドリードとディエゴ・シメオネの意向で U-23 代表ではプレイしなかった。2019年10月 A 代表に初招集され10月10日のセネガル代表戦でアレックス・サンドロに代わり途中交代で A 代表デビューした。国際 A マッチ15試合で得点。 ありがとうございます。